ヨステダール氷河は、ノルウェー西部に位置するヨーロッパ大陸で最も大きな氷河である。氷河は、ソグンオフィオーラネ県のラスター、ソグンダール、ヨルステル、そしてストリンの各自治体にまたがる。地域で最も高い標高2083メートルの山の谷を下る。1906年に観光客用の登山道が整備された。ヨステダール氷河は、 6 0トル強の長さと487平方キロメートルの総面積を持つ。最高地点は、海抜1957メートルで、氷河の最も厚い部分は600メートルある。氷河は、1991年に指定された1310平方キロメートルのヨステがある、氷河国立公園の一部をなし、公園の半分以上を覆っている。氷河は、 低温ではなく高い降雪量率によって維持されている。これは氷河が溶けやすいことを意味している。氷河は海抜300メートルで分岐し、それぞれの谷を下るおよそ50本の氷河腕を持つ。2012年、氷河腕の一つであるブリックスダール氷河は数ヶ月の間に50メートルの氷を失っている。 最近の測定では、ブリックスダール氷河が2006年に146メートル、尻底、山頂部の代表現を失う危険性があったことが判明した。現在では、この氷河の交代により、アイスクライミングを行うことができなくなっている。ありがとうございます。